ようこそ飯山お越しいただきました。このナチュラも開館して間もないわけでございますけれども、今日は皆様方が全国からここにご参集いただきまして、自慢の楽曲を引っ提げてこのセンターステージに登られます。そして皆さんの注目がステージに注がれるわけでございます。どうか日頃練習されて、いろいろなコンサートで発表になった曲もあろうかと思いますが、どうか一日楽しい交流会になりますことを念願いたしております。このナチュラはもうご案内のごとく福間健吾先生の設計でございますが、木の材質を使いまして、非常に特色のある交流館になっております。地元の木を使ってさまざまな機能を持たせております。このナチュラはただここでコンサートを聴くだけじゃなくて、ここから我々この地域の人が新しい文化を芸術を作り上げて、それを発信していく場でもあります。まさしくこのふるさと合唱交流会は12年前に誕生いたしまして、広域的な広がりから皆様方をここにお招きをしておる次第でございます。この飯山市に限らず、隣の長野市、それから糸魚川市、上越市をはじめといたしまして、遠来のお客様は東京をはじめとします関東圏の皆様方、神奈川、埼玉、千葉、栃木の皆様方いらっしゃっております。どうかこの場が音楽文化の発信のベースでありますように、基地でとなりますように、そういうふうに願っております。この12年間いろいろ変化ございましたんですけれども、もちろん北陸新幹線皆さん乗ってこられたと思いますが、その他この文化交流館ナチュラが開館しまして、これは飯山市民の誇りであります、宝物であります。その素晴らしい施設に皆さん方をお招きすることを非常に誇りに思っております。建物だけではなくてこのステージもですね、非常に立派でございまして、お願いをしまして購入しましたスタンウェイを運び込んでおります。ピアニストのみならず観客の皆様方がこの華麗な響きを醸し出すスタンウェイをお楽しみいただきたいと思います。そしてそうした飯山市の新しい変化もございますが、この交流会の最も大きな変化は皆様方が12年年を取ったということでありまして、日本の社会全体の縮図かもしれませんが、参加する皆様方が深夜化しております。その中で皆さん非常にお元気でこの飯山にお越しいただいたこと本当に嬉しく思います。昨晩の前夜祭は大変盛り上がりまして、今日もそうですが、マダラオインターネット放送局を開局しまして、生放送を全国に世界の人でもアクセスできるような状態にしております。昨晩私パーティーから帰りましたら、もうすでにそれを見た
人たちが非常に良かったと、感動しましたというメッセージを送っていただいております。今日も皆さんの方のステージはこのマダラインターネット放送局を通じまして、先ほど申し上げました我々が作り上げたこの文化的な遺産と申しますか、それを全国の人にシェアしていただく、そのために開局をしております。全体のステージを、あるいはご自分の団のステージを再度見たい方、聞きたい方は CD の販売もありますので受付に申し込んでください。今日はそれで、先ほど申し上げましたシニア化している中で最も元気で最長齢のお二人をご紹介いたします。東京の大内先生のコーラスにおられます平山よしこさん、92歳。平山さん。右上におられます。それから昨晩、なんと読書をされまして、皆様を感激の渦に巻き込みました。上越からお越しの大竹珠さん、95歳でございます。ありがとうございます。昨日も申し上げましたけれども、この地域は世界一の長寿の地域でございまして、いろいろ長寿の理由はありますが、私はここに皆様がお迎えしている同様に、この地域は非常に音楽が盛んです。特に中野市は合唱団の数がすごく多いですね。有名な作曲家、作詞家も輩出しておりますが、そういう音楽、合唱をやってるということが長寿につながってると思います。服部浩一先生はもう今年は来ませんけれども、そういうふうなメッセージを残しておられました。どうかいつまでも元気で、この那智から発信する文化を、音楽文化を皆さんに支えていただきまして、今日一日楽しい交流会となりますことを念願いたしまして、開会の挨拶といたします。ありがとうございました。先日このステージでイキサオさんがコンサートをやられたわけですが、会場満杯になりましてイキサオさんコンサートを終わった後、こんな素晴らしい音響のいいホールは日本にもあまりありませんというお褒めの言葉をいただきました。そういうステージで今日皆さん、ぜひ皆さんの素晴らしい合唱をお互いに発表し合うことが本当に素晴らしいふるさと合唱交流会になるんじゃないかと思っております。私の申し述べたいことほとんど新山会長さんが述べられましたので、私は1点、2点だけ皆さんにご紹介をして、新山を代表しての祝辞に返されていきます。まず1点はですね、今 NHK で真田丸という放送をやっておりますが、あの中にいわゆる長男で真田伸幸という人物が出てきております。後に松正十万石の当主になるわけですが、その第4番目の子供が実は新山で80歳に亡くなっております。というのは臨済宗の庄司庵というところでひたすら禅の寺院が励めたものです。最終的には45年間この飯山の地、庄司庵を出ることなく寺院したわけですが、その中で禅宗の中古の祖父やという白隠を育てております。白隠が24歳の時に庄司庵を訪ねてきまして、
そこで徹底的に8ヶ月間鍛えた結果、白隠が大きな悟りを開いて、また三島へ戻ったのですが、その庄司庵が長野県の史跡として、現在、ここから歩いて10分ぐらいのところで、ぜひ、砂田信行の第4番目の子供が、こんなところで80年間過ごしたかというのを、ぜひ、ご覧いただければありがたいなというふうに思っております。それからもう一点は、もちろん皆さん、多分もう大勢の方がお尋ねになられたと思いますが、高橋真由美人形館でございます。あそこもぜひ、いい山の風景の原点と言われている、いろんな方々の、お年寄りの本当に素晴らしいお年寄りのお人形さんがたくさんございます。ぜひまたお尋ねいただければありがたいなというふうに思っております。いずれにしましても皆さんが、このナチュラで合唱することが素晴らしいなという、いわゆるお気持ちで帰っていただくことが私は一番嬉しいございます。その結果、ぜひこのナチュラで、このふるさと合唱交流会が20回、30回、40回で続けていただくことが、また私の願いでございます。ぜひ皆さん、今日楽しい一日になることを記念しまして、祝辞に返させていただきます。今日は本当におめでとうございます。石田和彦様でございます。おめでとうございます。